1番セカンド阪神西岡、2番ショート同じ阪神の鳥谷です。3番指名打者ヤクルトバレンティンはセリーグのホームラン王、4番キャッチャー巨人阿部、5番ファースト DeNA ブランコ、この人のパワー楽しみです。6番サード DeNA 中村典弘、去年オールスター MVP に輝いています。7番ライト巨人長野、8番センター広島丸は初出場です。9番レフト広島広瀬、そして先発ピッチャーは広島前田健太です。パシフィックリーグです。1番センター陽大館日本ハム、去年は初打席初球先頭打者ホームランを放っています。2番サードソフトバンク松田、3番ライトオリックス糸井はファン投票1位で選ばれました。4番レフト日本ハム中田、リーグを代表する4番に成長しました。5番指名打者楽天ジョーンズ、メジャーリーグのオールスターに5回出場しています。6番ファーストオリックス井出穂、7番セカンド西武浅村は初出場、8番キャッチャーオリックス伊藤も初出場です。そして9番ショート日本ハム大引きも初めてのオールスターです。先発マウンドは楽天の田中将大です。田中前田、同じ世代のこの2人はこれまで交流戦でも投げ合ったことはありません。初めての対決です。さらに大谷翔平がいつマウンドに上がり、そしてバッターとして打席に立つんでしょうか。オールスターでの二刀流デビューも楽しみです。さあプレーボールが近づいてきました。いやでもね、緊張っていうよりはね、楽しんでると思いますよ。楽しんでますかね、はい、まだ出番はね、はい、もうちょっと後みたいな、パリーが守りについていますが、さあ田中将大が画面の中央を映し出されました。工藤さん、はい、無敵の田中将大ですね、今シーズン。そうですね、まあ13連勝ですか、はい、これはね、まあ、素晴らしいですしね、まあ、なんといっても今日ちょっと話を聞いてきたんですけど、はい、彼はですね、非常にここっていうところで力を入れて投げていると、はい、そのバッターがまだランナーが出てないときは普通に投げてます、でも、ここっていうときに力をしっかり投げるという部分の、はい、まあ、嗅覚みたいな部分をすごいこう匂いを嗅ぎ分けることをですね、はい、マウンド上でしっかりできているっていうのがやっぱり何と言ってもやっぱりすごいところじゃないですか、はい、そうですね、はい、気持ちの強さ、そして勝負勝つための嗅覚、そのあたりの話はこの後お伺いしていきます、はい、待望の同学年対決。待望というのは田中将大、前田健太、1988年生まれの両雄ですが、交流戦で対決はありません、はい、このオールスターで初めて投げ合うということになります。そうですね、パリーグの代表として第1戦、オールスターファン投票1位田中将大の1球目、阪神の西岡に投げ込んでいきます。152キロのストレート、西岡も振っていきました。古田さん、いやいや本気モードですね、もちろん本気なんですけどね、初球から152ですか、はい、早いですね、やはりニヤッと西岡笑いました、3年ぶり6度目のこのオールスターの舞台です。メジャーから帰ってきました。阪神タイガース好調の要因と和田監督が挙げました、前半総括の時に西岡の活躍です。2球目も151キロツーシーム、キャッチャーの藤井君に話を聞いたときに、はい、やっぱり彼の存在が非常に大きいと、前はなかなか得点取れなかったんですけど、彼の入ったことによってすごいいつでも取れるんじゃないかと、はい、いうような雰囲気をこうベンチ全体がそれを感じていると、はい、いうことを話してくれましたね、キャッチャーの藤井が映りました。その右側には藤浪もいましたね。ジャイアンツを追いかける阪神タイガース、西岡詰まりました。ツーボールワンストライクからレフトフライ、チームメイトの中田翔が取ってワンアウトです。古田さん、まずこの勝負どう見ましたか。いやもう力でねじ伏せたって感じですね、はい、まあ、田中君は、ね、緩いカーブであったり、はい、その落ちるフォークボールであったりね、もう両サイドもうツーシームカットボールとかね使えますし、その緩急も使えるし、高低も使えますしね、うんうん、まあ本当にね、順調に年々怪物になってますね。あ、そうですね、全ての要素が高いんですが、はい、工藤さんのお話にあったこの面白いですね、嗅覚すごいでしょ、はい、2番の鳥谷を迎えます。これね、153キロです。ここっていうところで、やっぱりこう去年と違うのは、はい、やっぱりこう普段そんなに力を出してないんですけど、はい、打たれちゃいけないっていう場面でしっかりとこう投げる高さとかコースも、バッターの特徴を捉えて、で、あそこに投げなければ絶対抑えられるっていうものを自分で感じ取りながら投げてるっていうところがすごいところなんですね、はい、ファールボールです。だからまあ僕は嗅覚と、嗅覚、ここね、ピッチャーってね非常に大切なんですよ。この要素というのはものすごくこう超一流になる上で大切な要素なんですか。はい、まあそういう中でも、まあ普段は投げてて、普段普通通り投げてて、ここっていう時に力を発揮できてるっていうところも、
今年違う部分の一つですけどね、はい、膝元を見送り三振、152キロです。工藤さん、でも今の全部4になってましたけど、13連勝してるし全部5でいいんじゃないですか、もう満点でいいんじゃないかということで、まあ、彼は、ね、そういう意味では、まあ、まだまだ向上心というかね、すごいな、まあ、年々年々こういろんなことを身につけていっているんで、はい、そこはこうちょっとまだ彼の能力からしたら 100% じゃないだろうと、はい、まだあるとまだこれがまだこの上がある、はい、この上、いや僕はあると思いますよ。そしてマイケン体操をしまして、うん、同学年初めての投げ合い、パリーグを代表して田中将大2アウト、初球打ちセリーグホームラン王のバレンティン、この勝負が1球で終わってしまったのは残念です。しかし堂々たるピッチング、田中将大、そしてこの後前田健太がセリーグを代表してマウンドに向かっていきます。さあセリーグを代表しまして広島前田健太がファン投票1位で選ばれましてマウンドに上がりました。楽天田中と投げ合ったらお互いいいピッチングをしてお互い無失点に抑えます、そう抱負を語ってくれましたが、田中将大は最高のピッチングを見せました。前田健太の投手にも火がついているはずです。間違いないです、間違いないでしょうね。去年はオールスターピッチャーでは8年ぶり、あの西武松坂大輔投手以来 MVP にも輝きました。2年連続の MVP を狙っています。さあ広島前田健太同級生対決です。交流戦でも田中と前田健太の投げ合いはありませんでした、初めてです。1番陽大会に対して1球目ストレートから行きました、146キロ。日本ハムの陽大会、去年はオールスター初出場、斉藤佑樹投手から初球を打ちまして先頭打者ホームランというね、はい、離れ技を演じました、ね、第3戦では MVP も取りました。今年も初球打っていきました陽大館です。148キロストレートです。防御率は3位、今シーズン前半は怪我で2回戦列を離れました、はい、苦しいシーズンではありますが夏場に来まして調子を上げてきています。ストレートで押していきました、ライトへのフライです。伸びはもう少し、ワンアウトです。危ねえという口ぶりに見えましたが古田さん、やはりストレート中心でこれ前田もあれですね、陽大館には来ましたね。本人いろんな思いがありますからね、はい、そういう意味ではまっすぐ多めに投げるんですかね、はい、前田健太のここがすごいと田中将大投手はどう見ているかと言いますと、トータル、はい、体と技術がトータルですごい、はい、というように田中投手は前田投手のことを見ているそうです。あ、同じ学年、1988年生まれ、はい、初球打ち強い打球、松田がヒットになります。センターがボールの処理に戸惑っている、右中間に抜けていく、松田は2塁を蹴って3塁に行く、3塁ヘッドスライディング、そして両手を上げて右手ガッツポーズ、記録はヒットです、スリーベースヒットになります。今のは狙ってましたか。いや、まあ狙ってるというか、狙ってるというよりはまっすぐ来るだろうなっていう、はい、ね、はい、やっぱり田中投手がほぼまっすぐで全部投げたんで、はい、俺も負けてたまるかっていう形でね、言ってるはずなんですよ、はい、はい、まあその辺はね、やっぱりこう負けたくないっていう気持ちが、あ、もう全てにおいてあるんでしょうね。三塁側のパリーグのベンチは大いに盛り上がっています。先発の田中将大も白い歯がこぼれています、手を叩いています。さあそして去年まで日本ハムリーグ優勝に貢献しましたオリックスに移った糸井です。ファン投票全体で一番の票を集めまして、このオールスター出場、はい、3番ライト糸井がコールされましたときにはこの札幌ドームが一番拍手が大きくて歓声が沸き上がりました、ね、はい、ワンアウト三塁です、はい、身体能力はずば抜けてますから、セントラルリーグの内野の守備はバックホーム体制、これはもう今日はあれです、真剣勝負勝ちに来ています、はい、うん、ファン投票投打の1位同士の対戦です。まあ、ううピッチャーで1位の前田健太、野手1位の糸井、すぐで行くんですかね、はい、行きました高めの球、前進守備のショートの上を越えていきました、レフトへのタイムリーヒット、パシフィックリーグ糸井のタイムリーヒットで1点を先制です。前田健太が1点を失いました。
古田さん、ま、定位置でしたら今ショートライナーでしょうけどね、まあ、そうですね、ただねグラブに当たったんでね、取りたかったですね、はいはい、セリーグのショートは鳥谷です。今のシーンを別角度から、そうですね、もう少しというところでした。さあ糸井が出ました、タイムリーヒットです。4番中田翔との対決です。初球から、あー狙ってる、今の空振りにどよめいた札幌ドームです。俺のここを見ろはフルスイング、まさにそのフルスイングで1球目応えていきました中田翔です。ホームランコールが起こりました札幌ドームです。またストレート、いいところ、149キロです。いきますね、ストレート、ストレートで、本来であれば前田健太投手といいますとスライダーが何種類もありまして ね、使い分けるんですが、スライダーもありますし、やっぱりこうカーブもありますし、はい、いろんな変化が、ね、チェンジアップもいいですね、普通だったら追い込みはここでチェンジアップ投げればですね、はい、多分そう打てないと思うんですけど、はい、行きました、行かないですね、まっすぐですね、俺のここを見れば力勝負、やっぱりまさに古田さん本当力勝負で行ってんですね、前田健太も、まあ、暴力パリーグ打線に対してストレートばっかり投げるのが力勝負かどうか分からないです、ね、違うでしょうけどもね、全力で投げるっていう意味では、まあ、ストレート投げたいんでしょうね、はい、調子がいいってことでしょうね。今のもコースはいいですよね。いや素晴らしいですね、はい、まあ、あの先発ピッチャーっていうとやっぱりどっちかというとこう立ち上がりって、まあ、あのいい人も悪い人もいるじゃないですか、はい、まあ、あの前田投手はどっちかというとそんなにいいタイプではないんで、徐々に上がってくるタイプだというふうには思うんですけど、はい、この初回からねもう148打9打と投げるところはもう気持ちですよね、はい、ね、パリーグホームラン1位の中田翔の打球はライト守備範囲です。巨人の長野が取りました、2アウトになります、2アウト1塁です。パリーグはワンアウトランナーなしから2番バッター松田のスリーベースヒット、3番バッター糸井、前進守備のショート鳥谷のグラブかすめるレフトへのタイムリーヒット、1点を取りました。前田健太立ち上がり1点を失っています、2アウト1塁、中田翔を打ち取って2アウトです。さあこの後の田中将大2イニング目に控えます。田中は立ち上がり155キロのストレートも投げました、三者凡退に抑えています。同じ世代の両雄対決、糸井がスタートを切ります、阿部が投げる、盗塁成功、糸井がリーグでは3位の17の盗塁を前半決めています。その糸井が走りました、阿部がね今座って投げましたよ ね、そうでしたね、立たずに座って送球したんですけどね、間に合わなかったですね、はい、パリーグの盗塁ランキング陽大館ヘルマン、そして糸井が17個の盗塁です。得点圏にランナーが進んでアンドリュー・ジョーンズです。強い打球はショートの真正面、糸井のタイムリーヒットで前田健太が1点を失いました。さあ両雄対決はこの後2回に入っていきます。田中将大、前田健太、1988年生まれのこのリーグを代表するエース投手の投げ合いです。1回は田中将大が完璧なピッチング、三者凡退、前田健太は糸井にタイムリーを打たれて1点を失いました。セパ最高年俸対決という、これもプロならではの対決ですけれども、いろんな対決見つけますね。そうですね、さあですからプロ野球ならでは、そしてプロの中でも超一流の、ま、称号と言っていいでしょう。この2人年俸4億と年俸5億7000万、1球目はボールでした。セントラルリーグの4番に入っている阿部慎之助です。セカンドゴロ、セカンドに入っている初出場の浅村ですが1塁間に合いました。この浅村大舞台に強い選手なんですが、工藤さん、やっぱりこのオールスターの舞台なんですかね、まあ、守り慣れてねセカンドってこともあるんでしょうが、そこもあるんだというふうに思いますけどね、ちょっとヒヤッとするプレーではありました、はい、まあ、あの浅村に話を聞いたときに、はい、あまり守備は見ないでくださいそうですかという話は、はい、してました、まあ、とにかくあの僕のバッティングを見てほしい、はい、という話もしてたんで、ね、はい、守備は目をつぶりましょうですね、はい、さあそして古田さん、はい、まあ、プロの中でもこの人のパワーというのは抜きん出てますから ね、 出てますね。ブランコと田中将大、152キロのストレートです。今これ分かって振りに来てるんですよね、ブランコ。そうですね、
もう真っ向勝負、はい、ストレートで来るだろうということでこっちもフルスイングで答えようとしてますね、はい、主要3部門ご覧の数字のブランコ、これ田中将大もこれまでと違いますね、また違いますね、ちょっと力入ってますね、はい、この辺りの嗅覚どうでしょうか、まあ、どうさん、はい、まあ、ワンボールワンストライク近なんですけどね、そうなんです、はい、それでもこうなんか真っ向でいっていくっていうのは、はい、152キロのストレート空振りです。火曜日に関東勝利、中2日でマウンドに上がっています。そうなんですよ、今日は話聞いた時に、今日はもうあまりあの中2日なんであまりあの僕のことは気にしないでくださいぐらい言ってたんですけどね、はいはい、今1つサインに首を振りましたね、伊藤のサインに首を振って、ここで変化球スプリット空振りの三振、三振取りに行きましたね、今は勝負に行きましたね、キャッチャーの伊藤がどうせまっすぐでしょと思ってサイン出したら振られて、はい、さあ全球振り返りましょう、これまでの勝負よりもこう工藤さん、田中のボールがあれですね、さらにこうギアチェンジで上がっていったりも見えましたが、ね、ましたね、しかし最後は冷静にこれ嗅覚なんでしょうか、勝負球、まあ、三振が欲しかったというのもあるかもしれないですね、あの初回にあの全てこう前に、まあ、ファールフライもありましたけど、はい、前に飛ばされてのアウトだったじゃないですか、はいはい、っていうのもあったんで、まあ、自分でしっかり空振りを取って、三振を取りたかったっていうのがあったんですよね、はい、マイケン体操でこの後前田が2イニング目に控えます、中村典人がファーストゴロ、1回2回と完璧なピッチング、田中将大0点に抑えています。さあこの後前田健太が2イニング目マウンドに向かっていきます。今交流戦がありますから、このオールスターというのが新鮮味がないという方がいますけれども、やはりこれ12球団のユニフォームのそうそうたる顔ぶれが揃いますと、古田さん、はい、華やかですよね、オールスターならではの勝負というのが大分詰まってますね、そしてスタンドは12球団、セリーグとパリーグ分かれまして応援が続いていきます。さあセリーグを代表して先発マウンド、前田健太の2イニング目、工藤さん1回はどう見ましたか。いや1回はね、やっぱり田中投手に負けまいと、はい、よし俺も全部ストレートで行ってやろうじゃないかと、煽られたところもあったかもしれませんね、そうですね、去年のパリーグ打点王、韓国球界では2度三冠王に輝いたイデホです。前田健太との勝負を望んでいました、日本を代表するピッチャーだからということです。さあその対戦が実現しました、うん、振り遅れています、おまだまっすぐでいきますか、はい、確かに振り遅れてますよね、びっくりしましたね、なんかね、そうでしたね、はい、三遊間を破るレフト前ヒット、古田さん、あ悔しいという表情が映りましたが、イデホはこの辺りコンパクトなバッティング、うまいんですよ ね、 そうですね、体は非常に大きいんですけれどね、はい、まあ、ホームランガンガン打つというよりは非常にアベレージの高い、まあ、これも、ね、韓国時代からそうなんですけど、はい、いつも三冠王というよりは首位打者を狙っているというのが非常にバットコントロールのいいコンパクトなスイングですね、はい、ミート力のあるというそのイデホが追い込まれたところから前田健太、そのボールを三遊間を破るレフト前ヒットを運んでいきました。前田との勝負を望んでいたイデホがヒットで出塁です。ここから浅村、伊藤、大引きと初出場の選手が続きます。はい、工藤さん、浅村が自分のバッティングを見てくれと、守備ではなくという話ですね、はい、もう僕のフルスイングをとにかく見てほしいと、はい、いうことは言ってましたね。西武の4番に今シーズン途中から入りました浅村、はい、4番に入ってからこう水を得た魚というんでしょうか。そうですよね、貫禄は出てきました、まあ、そこから打ち出して今は打点はトップですかね、はい、あやっぱりね勝負強くなりましたよね、打率は3位、打点は1位という浅村秀人です。ファールボールになります。去年までね、ライオンズにいた中島君の打ち方によく似てますよね、はい、あそうなんですね、まあ、どちらかというと右脇も左脇も開けて足を上げて打っていく、はい、変化球ファールボールです。投げましたね、投げてきましたよ、ね、これ浅村の分析ですが勝負強さが色が変わりました、うん、はい、浅村の勝負強さというのはこれやはり聞いてたところあるんでしょうか、うん、
まあ、そこはやっぱり、ね、打点に示されているという、ね、はい、ところがありますんでね、はい、まあ、その辺の、まあ、自覚もあるとは思うんですけどね、はいはい、4番にっていう部分 で、で自分がやっぱりこう、ね、中村選手が怪我をして、またそういう中で自分が頑張らなきゃいけないという思いもあるんですけど、はい、それがなんか全てプレーに表れているというところがすごいところじゃないですかね、はい、札幌ドームで西武のファンの皆さんが浅村コールです。これ明らかに古田さん追い込まれてからあれですよね、はい、引きつけてしっかりと打とうという意識になってますよ ね、 すね、もちろんね、あの打率にも示されてますけどね、はい、右にも左にもやっぱ広角に打てますし、もちろんパンチ力もあるんですけどね、そういう意味では、まあ、前田君がいいスライダー投げるんでそれをマークしながら対応してるという、はい、この浅村も前田健太との勝負を望んでいましたがセンターフライです。前田健太が抑えました。浅村を抑えてワンアウトです。丸が取っています。丸も初出場です。ですから守る選手も初出場の選手は一つこうプレーをした時にちょっとほっとした表情に変わっていきます。これはカーブは投げてきましたね。カーブ投げましたね。いや、いいカーブ投げますね、はい。まあ、彼の話を聞いたときに、あの彼のカーブを投げるときは小指を出していって最後親指を出せば縦のカーブって投げられますということを教えていただいてですね、はい、僕もそういうふうに投げてるつもりなんですけど、説明ができなかったんですけ ど、 なるほど、まあ、そういう意味では彼のですね、はい、あのまあ理解力っていうんですかね、はいはい、初出場のオリックス伊藤、初球打ちはライトフライです。ツーアウトになります。工藤さんもカーブ得意のピッチャーですから。ですよね。その工藤さんがなかなかこう、僕はどっちかというと親指を出すっていうイメージだけだったんですよ。はい、でもあの前の投手に話を聞いたら、小指をまず出して最後に親指出すとカーブが縦に曲がりますということを言ってくれてね、すごいあの一つ一つのボールに対しての理解力っていう部分が非常に優れている選手なんですね、はい、まあ、研究心もありますしね、うん、まあ、スライダーも握りを変えることで変化のさせ方も変えているというピッチャーですね、はい、初出場の今年から日本ハムに移籍をした大引きですが、前田健太この2回ランナーを出しましたが0点に抑えています。パリーグが1点をリードしています。